今回は回でやります。でギミックが地雷必須、ブロック必須、属性超アップで一部の敵は弱点スーパーアップなんですよね。というわけで編成はこんな感じ。とりあえず地雷とブロックなんで、ミカサとリヴァイが刺さるんですよね。だから、まあ、前回運営さんエレン接待してくれたじゃないですか。だから今回はリヴァイとミカサ接待、今運営さんも進撃最終巻出たのものすごく祝ってくれてるみたいな感じなんですよね。ああ、貫通だ、これ。いや、でも、2体くらいいたらなんとかなるかんで、新しいギミックで、なんだっけ、この、ドクロ触れると、変わるみたいなことで、こんな感じ。これ、ギミックが、まあ、この、さっき言った、はい、はい。で、この、こんな感じで、ドクロ触れるたびにドクロが変わるんですよね。で、赤だと攻撃アップ。で、青だと、なんだっけ、青だと敵の防御ダウン。で、黄色だと、敵の防御アップなんですよね。だから、はい。だから多分これで、はい。そうね、これでいけるはず。はいはいはい、いけましたね。だから攻撃アップもらって、防御アップを敵にする。なんかそんなクエスト見たことあるな。まあそれが、ちょっと複雑化したみたいな感じね。だから、はい。で、弱点効果アップしてるから、多分、弱点の倍率アップしてるから貫通がすごい強いか、あと友情でその殴りがめちゃくちゃ強いみたいな感じになるのかな。だからこれを、はい、どうこれ。いやーダメか。いやこれ調整して青にしなきゃいけないのがちょっとめんどくさいところだからこれを横にして、はいはいはい、でこれもう一回触れて、で青にして次敵倒すみたいな感じね。あ、で、皆さん知ってます？呪術廻戦って作品あるじゃないですか、ジャンプの。来週から、来週から、なんか、1ヶ月ぐらい救済するみたい。作者が、ちょっと、体調があんまりよろしくないみたいな感じで、なんか1ヶ月ぐらい救済して、一旦、仕切り直すみたいな感じで、もともと、なんか例えば、作品の下書きみたいなネームっていうんですけど、それ書くのにも、なんだっけ、待って。1日ぐらいあれば書けるみたいな、そんなことツイッターで言ってたんですけど、ただそれを始めるのに2日ぐらい休まなきゃいけないみたいな、だそれぐらいなんかストレスなのか体調不良なのか分かんないけどなってたんですよね。ちょっと待って、これを、あ、これも多分ループヒットで終わりかな。で一応バフももらえるようになるよね、これ。はいはいはい、そうね、これでバフもらって、で倒します。で、リヴァイで、で、超アップだから、多分意外といけると思うんですよね。で、これゲージ切って、はい。は？ああ、ああ、お前、スブロックだし、ゲージ、これ。言ってよ、リヴァイ。あれだ、ジパングだ、ジパング。思い出さなかったけど、あれとすごい似てるね。ジパングも、なんだっけ、地雷じゃないや、地雷持ってちゃんと敵倒して、弱点強化と、なんだっけ、自分の強化か。あれを合わせると、めちゃくちゃ強いみたいなのがあったけど、それと完全に、雰囲気変えたバージョンみたいなこと言ったら運営さんに怒られるかな。はい。なんで、多分、週刊漫画って、ものすごい、やっぱ、ストレスかかると思うんですよね。だって、あれだけの作品。しかも、呪術廻戦の作者さんで、確か話も自分で考えてたはずなんで、1週間でだから、話作ったりして、めちゃくちゃやんなきゃいけないみたいなこと、あるんですよね。いや、多分めっちゃ大変だろうね、思ってるよりも。で、あとあれがあるからね、ワールドトリガーの作者さんのことがあるから、確かあれも、あの作者さんも昔、頑張りすぎた結果腰痛めて、結構な単位、作品書けなくなっちゃってたんですよね。まあ、多分それあるから、今多分そういうのにものすごい気が使われてるみたいな。はい。あとなんだったっけ、トラブルの作者さんも、確かツイッター始めた時に、1週間の自分の大まかなスケジュールみたいなの確か発表してた気がするんですけど、なったっけ？ちょっと待って、これを。それが確か、1週間確か、もう毎日働いてて、で、なんだったっけ？普通に夜まで全然、朝から夜まで全然働いてるみたいな。まあ、会社によ、まあ、漫画家さんは多分漫画描くのが好きだから、多分そこまでそれが苦になってないのかもしれないけど、まあ、普通の会社でそんなことやらされたら、めちゃくちゃブラック会社になっちゃうよね。はい。で、削る。どうなんだろう、多分本当の上手い戦い方は、あれなんだろうね。こうやって調整決まったら、ゲージ外したりして、この、なんだっけ、この、虫殴らないように、なんかいい感じにするみたいなのが多分正しい。こんな感じの。あれ？あ、そっか、防御ダウンできてね。で、そしたら、はい。
そしたらだから2回敵を殴らないといけない。いや、めんどくさ、考えた。そしたら、わかった、こうだ。はい。こう打って、こう打って、はい。いや、これじゃない、強化じゃない。で、まあ、でも SS 打てるようになったから結構強いんじゃないで、防御アップも、防御ダウンも合わせないといけないから、だからこれで1回防御ダウンする。はい。はい。で、ぐるっと回って、これで、げえ、しまった、これ防御アップする。いや、調整大変だ。で、これで、あとは、あれでしょ、あとはこれうまいこと調整。いや、ダメだな。2回殴らないといけないから、はい。はい、はい。で、これで調整して、で、友情で、削って倒す。オッケー。くぅ、おぉ、危ねえ。で、そしたらこれでいけるね。で、倒せました。あとは一応バフももらいたいから、それ殴って調整して、はい、オッケー。お、これリヴァイ、あ、ダメだ、防御ダウンし、いや、防御ダウンは、あれ、ボスじゃないか。で、進撃最終巻、見ました皆さん。まあ、ネタバレになるから内容はちょっと言わないんですけど、いや、あれだったね、過失ちょっと待って、これは防御ダウンする、なんで、防御ダウンを入れる、バフ入れる、バフ入れる、防御ダウンも入れるで、これでとりあえず倒すでしょ、はい。はい。で、これでどうだ、あ、ダメだ、これ防御アップするな、まあ、とりあえずバフもらいました。で、くそ、これちょっと考えないといけないな。防御ダウンをしたいから、これを一回、これ一回赤、で、これで友情であと倒して、多分これでいい感じ。OK。お、これリヴァイいけんじゃない？いや、でも2段階目リヴァイもちょっと見たいのと、ミカサも撃ってみたいという気もある。はい。で、これで倒せるね。で、倒して、OK。で、ん？あれ？あ、スピーアップもらったのか。なんか今回バフ祭りね、めちゃくちゃ。なんかものすごく接待ワンパンみたいなこともなんかできる気がする。で、そしたら、こうでしょ？で、防御アップとダウンをしたいから、まあダウンだけでもいいと言えばいいか。まあこれぐるっと回れば多分いい感じになるでしょ、きっと。はい。はい。で、こう、はい。で、これでちょっと殴らないでおいて、よし、OK。いや、多分これ終わる、リヴァイで終わるんじゃないの。で、最初に触れた敵だから、はい。で、随分楽しくなります。はい。いや、強すぎ、なにこいつ。いや、これはやっぱダメだな。敵殴るべきじゃないけど、ただ敵殴らないと、あ、多分暴れ中におそらく防御アップとかダウンとかするから、いや、これ運ゲーになっちゃうんじゃないの。そしたらもう一回調整しよう。バフは持ってるから、ここを防御ダウンする。ここを防御ダウンしとく。はい。はい。はい。で、これで赤になった。で、これ青に、赤にしとく。で、友情で倒せば、いい感じになるんじゃないの？やべ、黄色だ、あいつ！そしたら、いや、運でしょ、これ。ちょ、待って、これが、ゲージブロックだから、でも、連撃キラーも M だからな。で、友情でほぼ確実に倒しちゃうから、いや、やっぱ横間で上がっていって、横間で上がっていって、1回殴って、1回か2回殴って調整するみたいな感じかな。はい。はい。やっぱとどめを刺すのはミカサ。頼む、とどめを刺すのはミカサ。よ、お、来たんじゃない？来たんじゃない？来たんじゃない？いや、頼む！いや、倒すな、バカ！お、来たでしょ、これ！多分。いや、やっぱとどめを刺すのはミカサみたいな。はい。はい。あれ？あれ？あら？なんかよくわかんないけど、ワンパンできたね。いや、これあれだな。リヴァイも多分いけそうな気がするね。それだけ見ようか。じゃあリヴァイできたんで、これやってみようと思います。で、ちょっと運になるね、これ。黄色になるか、青になるか、赤になるか。はい。どうだろう？これ薄くいく。で、ちょっと殴ってく。どう？お！起きたんじゃない？で、これリヴァイで？はい。はいはい。いや、いけるかこれ。
いや、やっぱ超アップじゃないから、バフ乗せて防御ダウン合わせても、いや、削りきれないのね。いや、これはやっぱリヴァイよりミカサみたいな感じね。